東洋バス、東洋バス株式会社、東洋バスは、千葉県八千代市を中心に路線を展開する日本のバス会社。大手系列に属さない、独立系の中堅事業者であり、京急グループの東洋観光、神奈川県や、当社と読みが、同じ東洋バス、沖縄県とは、無関係。本社は、幕張駅近くにある。近年の規制緩和の影響もあって、 比較的輸送密度の低い幕張周辺の路線を新しく設立した古会社千葉シーサイドバスに移乗して経営の改善を図っている。なお、現時点ではパスモへの加入予定はない。東洋バスは1948年に木島義雄により設立された。設立された理由は二つあり、一つは岩戸地区の交通の利便性の向上である。当時、 1945年頃、岩戸周辺には、北の木の下方面に、バスが運行されていた、南側に至る手段がなかった。岩戸の南側には、京成本線の薄い駅があるが、その間に、陰馬沼があり、これを渡る道路橋を、今の船と大橋も存在していなかったからである。このため、岩戸から、薄い側に至るには、徒歩で渡し船を経由して、 岩と薄い間は実に4時間を費やしていたため、インバル沼を避けて、西側の8000台、大和田に抜けるバスを運行しようということになった、けである。もう一つは、調査地区の交通の利便性の向上である。調査地区は近くに、京成美み,み駅があったのだが、南側に、バス路線を作れば商船、後の国電総武線幕張駅に直結し、東京にも千葉市中心部にも、 容易に行けるようになるだろうということである。これらを背景に、1948年に大和大和都間を開通したわけだが、ルートは不明。現在は下宿、補品間を短絡的に結んでいるが開通当時はこの道路がなく、逆水及び神野を経由していた。幕張川の路線も、詳しいことは不明だが、1956年まで八千台台駅が、 なく、みもみ駅も、非経由だったため。この頃の状況を示す資料は少ないが、インターネット上では、ザ・インバ村のインバ村と近在の、歴史の断片の吉田がしと、小和橋に、当初は大和田吉田で開業し、その後岩戸に延長されたことが記されているが、他の、どの資料を見ても、岩戸まで開通したのが1948年である。 1954年1月、千葉郡大和田町と僕村が合併し、八千台町となった。八千代の名前は、その時公募によって付けられた、随称地名。同年9月に、陰馬郡麻蘇村と合併し、現在の市に、ほぼ近い形となった。八千代町の市政施行日は、1967年1月1日である。この間に、同市、町は、 1956年に八千台大駅が開業し、翌年には八千台大団地が完成、八千代大駅に側した。これをきっかけに八千代市の人口は急増し、その後の東洋バスの路線拡張の大きなきっかけとなった。当初は大和田駅、大和田営業所を起点としていた東洋バスであったが、八千台大駅の開業によって一部の路線が同駅発着に変わる。 1962年には、八千代工業団地が完成した。これに伴い、東洋バスは、大和田駅及び八千代大駅から、工業団地に至る路線を開通させた。一部の便はさらに先の白橋、内宿、米本、現、麻生小学校を通り、下、高野まで至っていたようである。 京成も津田沼駅発でここを通る路線を開通したようであるが、これを示す公開資料は今のところ見つかっていない。その後、1965年前後に東洋バスは八千代市内、町内循環線を開通した。ルートは八千代大駅、高津観音市役所入口大和田駅、グランド前八千代大駅というもので、後に大和田駅で分割運行される。 このほか主要な路線の開通としては、米本団地線と高津団地線の開通がある。米本団地は1970年、高津団地線は1971年にそれぞれ入居が始まり、この足として開通したものである。米本団地線については、後、八千代市北端の小池まで延長される。以上の経緯により、東洋バスは、 現在の路線エリアの原型を形作っていった。ここまでの路線は、大和台和と大和田幕張という二つの路線を母体にし、主に今の八千代市街を中心に発展してきた。しかし、昭和40年代末より路線が他の地域に広がるようになってきた。それがこれから述べる白井線である。白井線は1974年頃開通。正確な記録は見つかっていないが、 広報や地与及び、印材調子領収、印材私立図書館にありによれば道路線は1974年以降から、大和大気白いで運行されていという記録が残っているが、それ以前については、記録がない。広報や地与によれば、1969年11月下旬、1970年10月下旬まで、神尾橋が掛け替えのために通行止めだったため、 この路線は運行できない。この路線の開通により、上尾京より先、当時のインバグにーン町、現印材市の線尾、部西地区及び白井町、同白石の谷田、加賀前、白井地区に至るようになった。これらの地区は、当時の京成電鉄、後、この地域に関しては、千葉レインボーバスに、遺憾が、すでに昭和40年代以前より、神崎線の支線として、 船橋駅神崎、ブニシという路線及び草深線として、木下駅天皇前開拓事務所前、現、現成年間、と書いたが現存するのか不明を運行していた。草深三百年市、現在、同所は、千葉ニュータウン全市になっている。によると、1970年に草深線が改編され、ブニシ神崎、船尾、千尾車庫天皇前開拓事務所前という路線に、 なったその後、1973年に開拓事務所は解散しているので、この路線はその時点で存在意義を失い、廃止になったらしい。以上より、1973年、または1974年頃に、東洋バスが、京成バスの廃止区間、神崎、イコール町田文治を引き継ぐ形で、大和田駅白井を開通させた。在町資料集によれば、その当時は、 大和田駅、白井便が2往復で、大和田線尾、イコール線尾小学校便が3往復とのことである。なお、1979年には、線尾便の全便が、ブニシまで延長されている。なお、東洋バスはこの付近に、ブニシという停留所と、ブニシの一つ西に、ブニシ十字路という停留所を設けていたが、京成のブニシ停留所がどこなのかと、詳しいことは不明である。 また、白井線の開通の後、桜市への乗り入れも行われた。大和田駅下し場、上静入口、静駅線がそれである。これも詳しい時期こそ不明であるが、京成の静線が上静入口、国道296線上、静駅付近より200メートルほどにし、勝田台駅間を区間廃止すなわち、京成の静線が、 大和田駅国鉄桜駅間を走っていたものを、勝田台駅までに短縮し、その後さらに上静入り口までに短縮した際に、勝田台駅、栄町、上静入り口間の路線がなくなってしまうため、これを東洋バスが引き継いだ。その後、東洋バスは、北総開発鉄道線への乗り入れも開始した。すなわち、勝田台駅と、国道十六号線や千代市の北端である小池との、 間を運行していた、米本団地線を、1982年4月8日に、小室駅に延伸することとなったのである。米本団地小池間の延伸時期は不明であるが、1980年当時の、千葉県バス協会による、バス路線図では、小池までとなっている。小室駅への延伸と同時に、八千代台駅、米本団地線を村上橋を渡るルートに変更した。これは 前年の1981年に同郷が掛け替えられたことによるもので、1983年3月15日には、同じく、村上橋を渡るルートで八0 0 0台台駅、村上団地線も開通した。また、時期が、不明、米本団地線が小室駅まで至る前の話であるが、下も高野まで運行していた八千代工業団地線を、高段、第3までに短縮し、 1983年に農業会館が営業を始めたのを受け、同年5月2日に、後段第三農業会館館を延長している。以上のように、路線エリアが北へと拡大し、大和田を通らない路線が徐々に増え始めたことから、この頃国道16号沿いに、新山営業所を新設している。これを受け、 1984年4月13日に八仙台大駅及び岩戸から新山車庫に至る系統ができた。それでも、この時代の東洋バスは、かなりの路線が大和田営業所発着で、まだ上、高野工業団地を経由する路線がなく、岩戸線も、学校した宮内経由であった。ただし、上野付近は下宿、補品館をショートカットするようになったため、 旧ルートを通る神の十字路折り返し線が新設された。同線は、八千代大グランド大和高市場、下手前宮内、米本下宿逆水、神の神の十字路停留所の200メートルほどにし、神の十字路を経由して、そこから広い道路を通って戻るというものであった。東洋バスの高津ランチ停留所付近の営業所には、 当時のバス路線図が現在2011年4月1日現在も残っている。その路線図をもとにこの時代の路線をまとめると以下のようになる。その後、1984年に新川大橋が開通し、1987年には有利の機大団地への入居が始まり、茅や電軸が新しい住宅地として生まれ変わってきた。これを受け、東洋バスも 新川大橋を通る路線が新設されていった。具体的には、幕張八千代大山の勝田台への延長、八千代中学校、市民会館経由、勝田台駅市民会館ゆりの木台、現、八千代中央駅農業会館、牧大運動広場、牧小学校と牧中学校の中間付近線の開通が挙げられる。同時に、形成化や電線、当時は、 草野社古八千代西高校の百合の機大経由便の新設も行われた。一方で、大和大駅国道296線下市場、勝田大駅間については、鉄道への平行度が高いからということからか、減便されることとなり、岩戸線は、勝田大駅北口発着となり、上、高野工業団地、1968年内を通過するように路線を改められた。 これと同時に上、高野工業団地、上高野大姉妹を循環する上高の循環線が新設され、一部は循環せずに村上車庫を発着。この時点では、まだ大和田営業所が存在し、白井、静、農業会館、八千台台のに方面にバスが至っていた。八千代台駅はグランド経由と高津入り口経由の2経路があった。 以上のうち、白井、静、農業、開館業については、営業所金傍のポールから発着し、グランド前を経営するバスについては、踏切の西側、今の大和田駅入口停留所とほぼ同じを、発着していた。これらにより、東洋バスのほとんどの路線は八千台大駅、または、勝田大駅から利用することができるようになり、大和田駅での鉄道との乗り継ぎの意義は、 かなり薄くなってきた。その後、大和田営業所をかやで側に移転することとなり、1989年に、百合の木台営業所が開設された。移転により、車庫面積は拡張され、改装状況の向上になった。これに伴い下表に示す、路線改変が実施され、大和田営業所は閉鎖となった。ただし、この時点では、大和田駅農業会幹線や八千代台駅、 グランド前大和大気線が存続していたため、敷地は折り返し場として残された。表百りの期大営業所開設に伴う路線の改変。この結果、路線は下表の通りとなった。表百りの期大営業所開設直後の全路線1996年4月27日には、東洋高速鉄道が開通した。これにより、八千代市には、八千代緑ヶ丘。 八千代中央、村上、東洋勝田台駅の4駅が開業した。これを受け、東洋バスは、京成の各駅に加え、同4駅に接続するよう、下表のように路線を改めた。この変更により、大和田駅を通るバスは大幅に削減され、その後の数度の路線改変を経て、現在はなくなってしまった。大和田駅付近に関しては、八千代市公共施設循環バス、 フルット号がその役目を担っている。標東洋高速鉄道開通時の全路線。西側の幕張地区については、ローカルである幕張駅、調査町は県庁であったが、本線角である幕張駅や千代台駅は乗客が少なかった。もともと大和だから国鉄駅に直通できることを目的として作られた路線であったが、 路線新設後わずか8年で8000台台駅が開業し、大和田付近の交通は、同駅と大和田駅を使えば、大抵のことが済んでまうようになり、8000台台、みもみ間については形成が類するバス路線を運行していたこともあって、独自性はあまりなかった。これに加えて、1967年には、京葉道路が開通し、竹市インターチェンジが設置されたことで、 幕張武史みもみ館の道路が渋滞するようになってきた。幕張調査区長,作長線は途中から別の道にエスケープするため定時性を維持しやすかったが、八千代大方面の本線はこれが叶わなかった。また、本線は1時間に1本程度の少ない運行頻度であったため、あまりにも著しい遅延になれば乗客離れにつながるものであった。しかし、 なければないで困る区間でもあり、路線の維持は行われてきた。平成になると、調査区京葉道路海浜幕張駅の開通を皮切りに、幕張駅入口海浜幕張駅、幕張駅入口、ベータウンといった、ベエリアへの路線を開通していった。しかし、幕張駅、入口ターミナルの立地条件があまり良くないために、利用客は定着せず、数年のうちに減便、または、 廃止になってしまった。そのような中、バス路線の新設、開廃について規制が緩和され、各バス事業者は、以前より大いに路線及びその区間の損廃を定める、ことができるようになった。このため、各事業者は、路線の新設、改良について、今まで以上に推進する必要が生じ、また経営改善の意図もあって、分社化を行うようになってきた。この流れを受け、 東洋バスも2002年2月1日に子会社である千葉シーサイドバスを創設し、幕張地区の路線を同社に移乗したのである。これにより、東洋バスの路線のエリアは、ほとんどが八千台市内に集約されることとなった。一方、千葉シーサイドバスは、当初こそ東洋時代と同じ運行をしていたが、幕張駅前の踏切が立体交差化したことをきっかけに、 海浜幕張駅への路線の直通を図り、新たな乗客の獲得を図っているところである。東洋バスの本社は、JR 東日本幕張駅北口の近く、千葉県千葉市花見川区幕張町にある。子会社である、千葉シーサイドバスの本社もここである。千葉シーサイドバスの幕張営業所、車庫と JR 幕張駅停留所を併設している。 新山営業所は、現在東洋バスの唯一の営業所であり、国道16号線沿線の八千代松陰中学、高校の近く、千葉県八千代市村上にある。八千代松陰中学校、高等学校、千葉英和高等学校、秀明大学のスクールバス用の車両もある。以前は、八千代中央駅の真西、千葉県八千代市ゆりの木台に、ゆりの木台営業所もあり、 こちらが核となっていた。この百合の木大営業所はもともと大和田駅南側に位置していた大和田営業所を移転してきたものであった。貸切部門は印材支線日に車庫を置く。2001年5月30日に貸切事業を入東洋バスとして分離独立したが2009年3月24日をもって事業停止し東洋バス本体に統合されている。 京成電鉄の勝田台駅南口と米本団地を結ぶ路線。同団地の主要輸送手段であるとともに、国道16号線上の各学校への通学路線の役割や、途中の米本地区への足である。当路線は、新山営業所の前を通るが、新山車庫というバス停はなく、八千代松陰高校前が、最寄りの停留所であるが、そこまでの区間便はない。このため、 出入庫は、米本団地までの改装という形で行われる。道路線の改通は、米本団地の入居開始である1970年で、ある。当時は、勝田台駅は、北口が全く整備されていなかったため、南口にバス停が設けられた。南口のバス停が、勝田台駅南口ではなく、勝田台駅であるのはそのためである。勝田台駅北口の整備後も、 東路線は南口発着が維持されている。北口からに比べて国道16号線に入るまでの距離は長いものの、南口の方が商業施設の充実などもあり、利便性が高いことも影響している。開通時は国道16号線の形成本線をまたぐ立教がなかったため、ごく初期に限って八千台高校を経由していたことがある。その後、 昭和50年代に八千代市北端の小池、さらに北総線、小室駅へと順次延伸を行った。さらに、八千代国際大学、現、秀明大学を経由するようにもなった。同校の開校は1988年だが、この線が経由するようになったのは平成になってらである。ただし、これら延伸区間の運行本数は少なく、 小室駅まで延長されて、以降の発着便は1時間に1本しかなかった。米本団地以南は15分間隔で運行。結局、千葉県生活交通地域協議会に退出意向が提出され、利用者が少ないことが影響してか、2003年9月に米本団地までの運行に短縮された。近年まで、ラッシュ時のみ一部に、立教経由という便が運行されていた。これは、 国道16号と296号との交差点、下四城の渋滞を避け、立体交差の立橋を通るもので、立橋下にある下四城停留所を経由しなかった。八千代田台駅から米本団地に至る路線である。新川を東に渡ると、その後は国道16号線に並行した旧道を北上して行く。米本団地は、 勝田台大駅からのバスが主な足となっているが、この路線のおかげで八千台大駅はもちろん、市役所、市民会館への足も確保されている。ただし、八千台大駅への便は、非常に少なく、ほとんどが、米本団地中央駅の折り返し運行となっている。通学時にの宮寺を松影高校経由便が運行される。八千代工業団地を通る路線。運行回数は、 比較的多いが、運行ダイヤは等間隔となっていない。京成電鉄の勝田台駅北口と村上団地を結ぶ前乗り後振りの運賃先払いの路線である。勝田台駅北口を発着する路線のメインとなっている。当路線は、米本団地線と同じように本数が多く、しかも短距離路線なので採算性がいい。なお、村上団地近辺に、 東洋高速鉄道線村上駅が開設されたため、乗客が若干減少したが、本数には大きな変化はなく、現在でも15分間隔を保っている。東路線の開業により、東洋バスとして、勝田台駅北口停留所が新設された。なお、当時はこの線だけが、同停留所を使用していた。なお、京成電鉄、当時は、先に停留所を設置していた。 車両の行き先方向幕では、村上団地行となっているが、終点の停留署名は、村上団地第一となっている。なお、その先に小さな折り返し場がありこれが上、高野工業団地線の終点にもなっている村上湖で、ある。中央駅、村上団地線はもともと、八仙台駅や千を、中学校市民会館轄下台駅、または、 村上団地というルートを走っていた。八千代大駅、村上団地系統が前期の通り1983年3月15日、八千代大駅、勝田大駅系統は1985年10月16日の開通である。なお、これらの線は八千代大中学校入り口、飯森大付近を経由していた。 この付近の停留所ができたのは1984年3月21日。その後、東洋高速鉄道の開通により、村上団地便だけが残され、村上駅を経由するようになったが、中央駅は非経由。2001年の改正では、中央駅発着に短縮され、本数も1往復しかない。京成電鉄の八千台台駅西口と、 高津団地を結ぶ路線である。言うまでもなく、高津団地の住民はこの路線を利用するが、途中においても八千代市の住宅密集地帯である八千代、台北地区などを走っていため乗客が多い。八千代台駅緑ヶ丘駅中央駅線と、重複する八千代台駅、高津川間は、日中、1時間に7から8本と高頻度で、運行されている。なお、ラッシュ時には、 高津団地や千代台駅の到達時間の短縮を目的に振動経由と呼ばれる高津川を経由しない便が現れる。なお、以前は大和田駅や市役所への足の確保や営業所への出入りなどのために大和田駅、高津団地線もあった2時間に1本程度。これが廃止された後に今度は高津団地市民会館という駅を通らない路線が設けられたこともあった。 1984年6月22日、開通。現在、これらの路線がない代わりに八千台市公共施設、循環バス、ぐるっと号がその役目を担っている。高津団地を発着する路線は、別の港で触れる八千を緑ヶ丘循環線や、船橋新京成バスによる津田沼線もある。後者の津田沼線は八千台台。 高津団地線とほぼ同等の本数を運行しており、バランスが保たれている状態といえる。八千代緑川海域を発着する路線は、前述の八千台大駅中央駅線の他に、この高津団地に至る路線があり、開業日は東洋高速線の開業日と同じ。1998年7月15日までは、緑川海域団地三佐路東洋団地入り口、 高津川団地三佐路緑川岡駅という、循環線と緑川岡駅、高津団地の折り返し便の2線があった。それに加えて、新京成が緑川岡駅、高津団地中央、団地三佐寺の近くという路線を開通した。その後、右予曲折を経て、今のところは、東洋単独で緑川岡駅、高津団地を運行している。ただし、実質的には、 高津団地からさらに先、八仙台駅まで、高津川経由で通し運行している。緑ヶ丘駅経由中央駅線は、もともと八仙台大駅、高津間の町米や農業界幹線であり、現在では、東洋バスの本線閣、1996年の東洋高速線開通に、伴い、緑ヶ丘駅と中央駅の両駅につながるように、ルート変更された。 利用しやすいのかどうかよくわからないが、このルート変更によって8000台以来から、一本松井北に行くには多少遠回りになっている。その後、2001年6月改正にて昼間の全便が緑ヶ丘駅で分割運行されたこともあるが、あまりにも不便ということからか現在は全便が通し、運行に戻された。グランド前、経由中大駅線は8000台大駅グランド前。 大和田駅、東洋高速線開通直前には、一部の便が、大和田駅より、先、市役所、高津石橋八千代台駅と循環線だったものを、ルート変更して、中央駅に繋げたものである。大和田駅のすぐそばまで行くのに、その直前で、コロッとルートを変えてしまい、八千代市役所を通ることも、特徴で、今のところ20から30分おきの運行。岩線は、 東洋バス創業時の路線である。当初は、大和田駅下し場下手前宮内米本、現、阿蘇小学校、神の弓道場、神の十字路の約200メートルにし、コヒン岩戸、というルートであった。なお、道路の整備の都合上、ごく初期に吉田を折り返していたとのことである。この路線ができた理由は、それまで、木根川にしかなかったバス路線、形成によるもの、 後、万堂に、遺憾を反対側の京成線にもつなげたいという地元の要望によるものである。当時、船と大橋がなかった関係で、バスによる最寄りの駅は大和になってしまい、そのような路線ができた。それからしばらくは、ルート変更がなかったが後に下宿、古品付近のルート変更、神の地区が非経由となるが行われた。上野地区を通る路線は他に、 白井線があったが、これは大島へ経由であったため大体にはならず、南側は岩戸線とほぼ同じルートで、下宿以北で逆水、上野を経由する上野巡環線を新設したが、短命に終わった。さらに、1985年頃には大和田駅発着を勝田台駅北口発着に変わり、上、高野工業団地経由に変更された。この関係で、 米本、現、阿蘇小学校以南のルートは全く変わってしまった。同時に、大島へ、上、高野十字路、上、高野工業団地を循環する上高野循環線と、村上車庫、または上、高野十字路の折り返し便などが新設され、現在は、村上車庫折り返し便のみ。1994年1月に、日大北総病院が開院し、これに伴い、 岩戸から同病院まで延長が行われたバス路線の開通日は不明。最初は複数便あったが利用者がほとんど見られなかったため数年のうちに一往復に減らされ1999年11月には廃止されてしまった。その後、白井線の廃止に伴い神の十字路を通るバスがなくなってしまったため一部の便が神の十字路を経由するように変更された。 ただし、設定されたのは、往復一本ずつと、大変少なかった。この経由便については、2004年より、神の地区の南に造成中の萌木屋住宅地内を、通るようルートが変更され、神の十字路は通らなくなっている。その後、萌木屋地区の入居者増加に伴い、2005年4月1日より、このルートを通り萌木屋車庫までの折り返し便、萌木の線が設けられるとともに、 宅地内に停留所が増設された。なお、モエ木や車庫には駐輪場が設けられており、近隣からのサイクルアンドライドが可能である。この便の開通で、モエ木や車庫までは大幅増改となったわけであるが、岩戸までの便に限ればここ十数年で本数が少しずつ減らされている。平成諸島は1から2時間置きだったものが、2005年1月時点では数時間に1本となってしまい、 休日は4を往復になってしまい、千葉県や八千代市、旧インバ村が補助金を交付して運行維持に努めた。東の方についてだが、阿蘇橋停留所より、東側がインバ村の区間である。バス停の名称は阿蘇橋だが、橋の名前は阿蘇橋である。阿修の、阿は、阿蘇、かつてこの地域は阿蘇村だった。そうは、宗方、やはり旧村のことである。 バス停名称が阿蘇橋になってしまった理由は不明である。岩戸は、宗方地区の中心地、といっても単なる道路の途中という感じである。宇い駅から運行している体制交通の同位置に、ある停留署名は、中里という。同社の岩戸停留署は、東洋では、岩戸三つ角に相当する。この体制交通の二つの停留署名は、かつて、 記念駅形成薄い駅間を運行していたバンドオーバスのバス停の名称と同一だが、この二つが同じということで、他の停留所に異なるものもある。岩戸線の折り返しは、岩戸停留所近傍ではなくさらに北側に折り返し場がある。ここは、かつてバンドオーバスが大場振動という停留所を設けており、そこまでの折り返し便もあった。折り返し場も、 万堂と東洋の共用であったが、その後東洋の専用となった。その後2006年4月1日に、旧陰馬村による、胸形路線バスの一部の便が、吉田地区まで乗り入れることとなり、吉田岩と陰馬日本に、大前駅間の足が確保された。これを受け、東洋バスは、勝田台駅北口岩と間の路線を休止することを、千葉県バス対策地域協議会活難分科会に、 申し出た。同文化会の協議の結果、同線の休止を認め、萌木屋線の一部の便を八千台首都端の塚地区まで延伸することで、同線のほとんどの区間を他のバス路線が放含することとなった。また国、県、関係市村からの補助金の交付は2006年9月30日までとなった。これらを受けて、翌10月1日付で同線を休止し、 萌え木屋線のうち平日の四回を、麻生橋、同日付で麻生橋より会消まで流せることとした。1九十六年四月に山満線北側の宮野台の新しい連絡手段として開通した。開通当初は往復ともにし、多日公園入り口経由であった。その頃は、京成電鉄が今宿線として、井野、原本天塚停留所の三百メートルほど、 東側、静駅入口合参神社、仙崎、松崎という路線を運行しており、これとなるべく重複しないようなルートであった。その後、京成は、井野、仙崎間を廃止することとなったため、東洋バスが、代替路線として京都も階段地入り口から南に、至って、静駅に至る支線を設け、ラッシュ時を中心に運行した。同時に、旧野所付近の乗客への利便性を図り、 宮の台入り口側もループ運行に変更し、西谷津と梵天塚の二停留所が、京成時代と同じ場所に設けられた。なお、この線の開通により、勝田台駅、上静入口、静線は廃止となった。その後、静駅側はあまり乗客が定着しなかったらしく、結局廃止になり、今に至っている。宮の台入り口付近は、山満線を使用して、 ユーカリが丘駅に出ることもできるのだが、バスを利用すれば、京成の特急停車駅、または地下鉄への直通駅に出られ、乗り換えが一回減らせる。このため、ラッシュ時を中心に意外と本数が多い。ただし、山満線にあまり影響を与えないためか、団地内のバス停は、宮の台入り口だけである。2006年に入り新車、大型ノンステップ。 中型ワンステップが導入されている。2012年9月1日から2013年8月31日まで試行運行し、2013年9月1日から最終便の運行時間を繰り上げて期間を延長している。南部コース、かつただ市民文化プラザ方面1便3便と、八千代台南市民の森方面1便は平日のみ運行。 村上駅コース、平戸橋コース、麻生小学校通学支援コース平日のみ運行、八千代市公共施設循環バスも参照、A コース、B コース、C コース、距離制で以前は、中型バスで運行する一部の路線を除き前、乗り前払い、信用方式だったが、2008年1月29日から、近一運賃の勝田台駅北口、村上団地線を除き、 整理券方式の後の利子払い方法になった。なお、パスもスイカなどの交通系、IC カードは使用不可。東洋バスの車両では、開設当初から三菱不走が大多数を収め、後から富士重工製ボディの日の自動車、日産ディーゼル、当時、ゲンとト,トラックス製造の車両もごくわずかだが配置されていい。中型車は前後。 扉車だったが、ワンステップ開口は、全中飛車になった。モノコック末期頃から、角型の後部標識等、スケルトンカゴは、中型車の初期に導入された。車両以外は、メトロ窓を採用した。なお、一部の車両は、子会社の千葉シーサイドバスに譲渡され、塗装は、東洋バス時代のままで活躍している。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。